はい、皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人です。今回ね、ちょっと緊急っちゃ緊急ですけど、まあ、そもそも予定に入ってなかった動画をね、ちょっと一本ね、作ることになりました。まあ今回、まあ、これについてなんですが、まあ、日付言います。2024年の6月の今日12日かな。6月12日です。ちょっと本当に緊急?まあ今もう、あまり意味は、ね、ない動画かもしれませんけどね。ちょっと今日本日、まあ6月12日、特に朝方ですね。まあまあ日本全国って言い方しちゃってもいいレベルなにえげつないことになってまして、まあ全国は言い過ぎかな。まあ該当地域言いますと関東、中部、関西、まあこれらの地域の鉄道が、壊滅までは言ってませんけど、いろんな路線で運転見合わせが発生しました。まあ、いろいろとね、ツイッターとかで見てて、いろんなね、路線ごとあるんですが、まあ、特に今回ほぼ関係ないのは関東と中部でございまして、こちらの地域は単なる人身事故、まあ、単なるって言ってもね、人身事故でございます。まあ、中部地方はね、名古屋鉄道さん、名鉄ですね、名鉄の本線がね、確か運転見合わせだったのかな。で、関東については、私が調べた段階ですと、まあ、横須賀線の大船駅だったかな、大船のところの人身と、あと中央線、JR 中央線の、三鷹かな、三鷹駅の人身、それはね、確認しました。で、まあ、多分ね、横須賀線の大船にしろ、三鷹にしろ、この二駅ね、まだ本ドア設置してないんですね。理由としては、大船はね、よくわかんないんですけど、三鷹についてはね、グリーン車ですね。グリーン車導入ってあると思うんですが、JR で中央線でね、グリーン車導入って話がね、聞いておると思うんですが、まだね、それが全然ね、準備できてないという状況でございます。ですので、今、ホーム伸ばしてたりとかね、中央線ではよくやってるんですけど、三鷹は関係ないかな。三鷹はもともと12両対応でございますから、まあ関係ないんですけど、まあ、あの駅はホームドアとかね、グリーン車とかね、設置とかの、予定で多分ね、現在ついてないと思うんですが、まあ、2、3年後にはね、つくと思うんですよね。3、4年ぐらいかな。グリーン車が運行されたらね、もうね、多分ホームドアね、バンバンつけると思うんで、中央線でね、まだ、まあ中央線のね、快速列車、路線、快速線はね、もう一切ついてないんでね、まあ、多分ね、グリーン車次第ということがありますね。横須賀線のね、大船についてはよくわかんないです。まあ、正直言うと、大船についてはね、成田空港駅みたいなね、柵とか、まあ、特に JR 西日本がね、よく使います。上げ下げ式のね、ホームドア、ドアっていうのかな、もうホーム柵っていうのか、ホームの棒みたいなね、ものあるんですけど、まあちょっとね、名前忘れましたがね、どこだっけ、JR 西日本の高槻とか、あと、まあ成田空港、あと昔、八高線の廃止場にもね、試験的にありましたけど、それをね、活用した方がいいんじゃないかなと思います。まあ特にね、横須賀線は、ね、特急列車も走ってます。オフナーについては成田エクスプレスとかね、まあ、ありますからね、そういうのもね、考えて、あと、横須賀線の車両もね、グリーン車ついてますから、ちょっとね、ドアの間隔が、号車でもね、2扉だったり、4扉だったり、ちょっとね、混在してますので、その辺ね、早急にね、やってほしいなと思います。まあ、あとはね、そもそも、まあ、結構ね、横須賀線はね、まだホームドアね、ついてない駅が多いんでね、とかないんじゃないですか、一切ついてなかった気がするんですよね、すべての駅。東京から西の、まあ、新橋もなかったし、品川もないですしね、西大井もね、結構、ほとんどは来ないイメージありますね。なんせ、まあ、そういう状況ですね。まあ、総武線の方はね、確か新小岩ぐらいはね、ついてない気がします。まあ、総武線がね、どんどん先に着くのかなと思うんですけど、横須賀線はね、結構ね、人多いんで、特に朝方なんてね、もう、横須賀にしろ、まあ、あの辺の区間も横須賀にしろ、東海道にしろ、京浜東北にしろね、もう混雑しすぎてね、やばいんでね、うん、まあ、それなんで、まあ、そういう対策早くしてほしいなというか、ですかね、まあその影響でね、まあ横須賀線を筆頭にね、東海道線、京浜東北線、湘南新宿ライン、JR 相鉄、直通線、なんだ埼京線、なんかね、飛び火しちゃって、臨海線までね、遅れとか出てましたからね、もうねそういう対策はね、本当に、早急にやってほしいなと思います。あと、そうだ、総武快速とかね、もう結構ね、すごいところにね、もう関東はね、あ、これ終わったなって感じはしましたけど、まあ私はね、まあ、影響はね、ギリ受けなかったんで、よかったです。あと、まあ、中央線の方もね、早くね、グリーン車ね、パッパとね、導入してほしいんですけどね、早くグリーン車導入して、ホームドアね、基本、高尾までの各駅、まあ、高尾、まあ、なんならもうちょっと大月ぐらいまでやってほしいですけど、まあ、高尾だろうな、ね、最低でも高尾までね、早くね、早急にね、つけてほしいなと。東京高尾間ですね、特にそこら辺ね、ホームドア早くつけてほしいなというのと、
あと普通に中央総部、各駅停車の方もね、まだついてない駅が結構多いんでね、早くそっちまで早くつけろという感じですね。あ、まあ、ちょっと前に南武線のね、のび太の方で、押されるというね、まあちょっとね、そういう事件があったらしいんですけど、まあ特にね、私はね、結構そういうのね、気にしてたりするんで、まあ押されるリスクあるんですね、前に立ってるとね。まあ特に、まあ、ホームドアついてる駅ですとね、そこまで心配はないんですけど、まあ、ホームドアついてない駅、まだね、結構多いんでね、なんなら山手線でさえね、渋谷と新宿ついてないんですから、早くね、渋谷と、特に渋谷新宿ですよ。あれ早くつけた方がいいっすよ。またね、人身事故起きると思いますから、あんなところ。危なっかしくてね、まあ、乗り降りしたくないんですよね、そんぐらいね。まあ、だからちっちゃい駅とかね、割とね、うまく工夫してね、利用してるんですけど、まあ、早く早急にね、つけてほしい。あと、京浜東北線のね、やっぱり、まあ、ちょっと、全然今日の人身事故とか関係ないですけど、そちらもね、京浜東北線でもね、まあ、浜松町とかね、あの辺確かついてないんでね、早くつけてほしいっていうのはあります。そこは早く JR 東の方さ、やってください。まあ、それですかね。まあ、それがね、東海じゃない、JR 東の方。まあ、名鉄についてはね、多分難しいと思うんですよ。本当はね、まだ結構名鉄はカオスなんで、あそこの会社はね、カオスって言っちゃいましたけど、まあ、扉がね、ぐっちゃぐちゃなんで、あそこはね、本当難しいかなと思うんですけど、まあ、今後ね、まあ、今確か名鉄線内ですと、確か本当はついてるのは、あれかな、中部国際空港駅、空港線ですかね、そこだけがね、確かね、ついてましたけど、それ以外基本全部ついてないレベルなんで、まあ、名鉄線はね、まあね、どうにかね、ホームドアね、何でもいいからね、つけてほしいなというのはね、あります。まあ、そうなんですけど。まあ、じゃあ、まあ、関東と、まあ、中部地方のね、その、遅れ、まあ、並びそういうのはね、まあ、分かったよって話ですけど、じゃあ、関西は何が起きてたかというと、全く人身事故じゃなくて、信号トラブルです。信号トラブルなんですね。驚きましたよ。今の時代こんなことがあるんだねって。まあ、といつね、まあ私も JR 西日本さんにまあ言いたいことが、まあ山ほどあるはあるはあるんですけどね。私もね、多分皆さん多分当チャンネルの動画でね、見たことある方もいると思うんですが、当チャンネルの動画で投稿しました。伝説の特急列車、特急ヤクモ25。まあ昔のスーパーヤクモですね。ヤクモ号のね、その列車。まあ今、特急ヤクモにね、格下げされてますが、まあ、それで乗ったんですよね。帰り、出雲市から岡山ですか？まあね、まあ、驚きのことに、遅延がね、111分というね、伝説的なね、数字を叩く。まあ、伝説ではないか。まあ、JR 西日本はね、結構、そういう遅延する会社としてはね、結構西の方では、まあ、名高い、まあ、悪名高い、わけですし、まあ、あとはね、まあ、いろいろとね、あそこの会社はね、闇深いと言っちゃ、まあね、なんでも、あそこの会社って言ってしまってるレベルですけど、闇深いですよね。まあ、日勤教育とかね、結構いろいろと話はあります。まあ、あの会社はね、話つきませんが、今回はなんか信号トラブルだったらしくて、ね、いろいろとな、いろんなニュースさんとか見てて、なんとね、JR 京都線内でね、昨日はね、車両トラブル。で、今日は、信号トラブルで、いうことで、まあ、昨日は車両トラブルで、一時運転見合わせ。今日については信号トラブルで、完全終了してて、まあ、ニュース見てて、確か特急1本と、新快速が1本かな。で、貨物が1本と、普通列車が2本かな。がね、完全にね、動けない。立ち往生ですね、まさしく。晴れの日なんですけど、立ち往生です。まあ、単に、前の信号が赤ってことで、よくわからないんですけど、貨物、確かね、原因、最初がね、貨物の運転手さんが、赤信号で動けないというところがね、あるんですけど、多分何かね、多分、機械的な問題なんだと思うんですけど、保守とかの方なのかな、保守なのかいけないのか、また信号の、まあ、それが会社によってはね、手動でやってる企業もありますから、JR 西日本だとあれ自動かな、まあ、指導だってしてると、やっぱりね、人員的なね、ミスとかあるんで、まあ、そういうのもありますから、その辺の改善はね、してほしいなということと、まあ、それどころかね、まあ、特急列車ね、乗客は、確かに、ね、特急はるか号かな、はるか号のね、乗客はね、もうね、確か、まあ、乗務員とか、係、まあ、JR 西日本の職員さんの、がね、誘導して、近くの駅までね、移動したってことらしいんで、いやー、
まあ、私以上に、ひどいのかな。特急役務の私の場合は、まだね、駅に止まってたからいいんですよ。駅止まってて、まあ、移動で、振り替えダイソーのね、バスになったわけですから、まだいいんですけど、今回の場合は本当にね、駅まで歩けてますからね、ちょっとね、それはね、世間は許してくれませんよ。ちょっと JR 西本さん、ちょっとそういうトラブル、まあ、まあ、JR 西本ね、ちょっと前ですと、冬場ですとね、雪の影響でね、ポイントが故障でね、まあ運転見合わせとかね、その後エリート以降がね、なんかどう、なんかよくわかんないけど、まあその次の日ぐらいにね、警戒しすぎちゃって、その上逆に、事前にね、運転見合わせで結局、まあそれだったらね、まだね、ポイントトラブルでね、運転見合わせで、まあそれは、それなっちゃってる方が、まあそれはやばいからね、さすがにそれで運行してたら事故りますし、まあね、事前にね、運転見合わせ、事前に言ってたらね、まあそれはいいんですけど、まあ、まあちょっとね、JR 西日本さん最近トラブル。なんかかゆい。まあそういうの多いですよ。ちょっとね、それはね、良くないですよね。いろいろとね、もう JR 西日本ね、まあ、問題が多すぎ問題、まあ事案が多いんでね、いろんなニュースさん見てて、そうなんだというね、いう感じですね。まあこのね、JR 京都線の、まあ、トラブルによりまして、情報ですと、JR 神戸線、琵琶湖線、京都線、宝塚線、東西線、学研都市もそうだったかな。学研都市線、北陸本線、湖西線かな。まだ結構ね、あと、阿光線とかね、阿光線とか山陽本線のね、結構西の方までね、西って言っても多分三原まで行かんけど、岡山まで行かんかな。相生とかね、その辺までね、影響受けてたらしいんでね。結構広範囲にね、影響を受けたらしいんですよ。で、特急春香号はね、運休ってことですから、まあ一応それが、まあ、阪和線とか小さいのかな、大阪環状線とか影響ちょっと小さかったのかわかりませんけど、まあ、それでもね、少しながら影響を受けたんじゃないのかな、実際にはね。数分の遅れとかあったと思うんですけど、まあ、やっぱりね、結構ね、特に JR の場合ですと、路線ネットワーク広いですから、大手私鉄とかね、大手私鉄でも、大体、県またいでても、多くても5県ぐらいじゃないですか。5県以上ね、またぐことはない。6県とかね、7県ぐらいまたいでる鉄道会社は少ないと思うんで、まあ、基本そういうのって JR が多いんで、JR 線とかね、特に広範囲に行けますし、特に貨物ですよ。貨物の場合ですと、やっぱりね、この貨物の遅延というのはね、全国的にも影響を受けるんでね、その辺はね、JR さん、まあ、特にこれ多分ね、信号の方は多分 JR 西日本だと思います。線路はね。まあ、貨物については、JR 貨物の場合は、JR 西日本とか、まあ、通る路線にお金を払って、利用してるってタイプなんで、まあ、それは、ほぼ、貨物は関係ないのかもしれません。実際のところ貨物が影響してた、まあ、影響はしてますけど、まあ、JR 貨物が何か、悪いわけかはわからない。その辺はちょっとわかんないんですけど、まあ、多分、信号だったら多分西日本がほとんどなんかなという感じですね。まあ9割、まあ JR 西日本かなということでございますからね。で、まあそれでね、サンライズ号、それなんか車両トラブルの方なんかちょっとわかんないんですけど、サンライズ号がね、打ち切りで大阪止まりになった。大阪だか新大阪だかね、そっちの方でね、止まりになって、回送として東京までとか、反対にはね、出雲市、また高松までね、回送したという話をね、聞きましたんでね。なんでしょうね。何とも言えませんけど。まあ、サンライズはよく打ち切り、時々しますからね。まあそこはね、すごい、なんかすごいことだってことはないんですけどね。いやー、今の時代大変ですね。まあ今回そういうね、GR がね、トラブル、まあ、特に GR の話ですけど、トラブルを起こしまくってたという、暗黒の日も、多分題名としては信号トラブルの方だと思います。GR 西本の信号トラブル。それはね、メイン的に話そうと思ってたんでね。ね。言ったんですけどね。まあ、あとね、私もね、いろいろとね、いろんなトラブル経験しましたけど、まあ、人身もあったかな。まあ、東海、乗ってた列車で人身事故とかそういうのはないんですけど、まあ、やっぱり人身の影響とかね。あとはね、これ言っちゃうと、どこの順位もなんか特定されそうで怖いんでね、まあ、言わないんですけどね、いろんなタイプのね、運転見合わせバージョン、経験しまくっちゃって、なんか、これ以外選択肢あんのかなとは思うぐらいですね。うん。今まで運転見合わせは、ね、列車の線路のね、熱度上昇と、沿線火災と、自動車と、なんか、あと飛来物と、めっちゃあるんですね。めっちゃあるなぁ。あと、まあ、普通に人身とか。
あとはね、運転見合わせじゃないですけど、信号でね、よく突発でね、よく、なんか停止したりとかね、あとそんなのありますよ。まあ、突発ぐらいはね、全然ザラですけど。まあ、やっぱり神社、そういう運転見合わせっていうのは損害大きいですし、まあ、今回の信号トラブルも含めなんですが、信号トラブルで確か20万人。あと、中央線とかね、横須賀線はちょっとわかんないんですけど、まあ、推定10万人ぐらい影響したんじゃないですか。両路線で20万ぐらい。まあ、もうちょっと多いのかもしれませんけど、まあ大きく影響を受けてたらしいんで。まあ、ただね、中央線の方については、中央、快速だけじゃなくてね、沿線の中央総武線とかね、あとは普通に、横須賀線もね、直通先の方でも結構影響、広範囲にね、影響してたんでね。まあ、西日本、まあ、西も東も両方ね、広範囲な影響を受けてたらしいんでね、大変ですね。まあ、振り替え輸送とかもね、やってたらしいんで、まあ、特に横須賀はね、確認してるところです。まあ、他社ね、沿線の横須賀線以外のね、他社線でもね、振り替えやってましたし、まあ、多分関西の方でもね、隣、確か京都線の場合ですと、お隣、阪急とか京阪とかね、振り替えやってたんだと思うんですよね。あと、東海道新幹線もやってたのかな。まあ、振り替え輸送とかね、やってたと思うんでね、まあ、それでね、避難してたって方もいるかと思いますけどね、まあ、結構ね、今日は、とんでもなかった日ですね。他の路線も遅れてたんじゃなかったっけな。なんかどんか、もう何箇所かね、遅れてたっけな。午後になるとまた別の路線がね、遅れてたんですよ。南部線とかね。南部じゃないな。横浜かな。横浜線が遅れてたりね。今日はね、本当にすごい、列車がね、路線全体がね、日本全国的にね、荒れに荒れて、ああ、そうだ。その中央線の遅延の影響が、東京メトロの東西線とかね、他社まで影響してましたからね。いやー、線路ってね、皆さんね、地元にある線路、意外とね、そこら中につながってるんですよ。まあ、極端な大手私鉄で標準機とかね、使ってる会社以外だとね、狭軌の鉄道ですとね、実はね、JR につながってましたってオチね、よくあるんですよ。まあ、標準機の路線でもね、つながってるところはつながってますからね、ね、貨物とかね、つながってるとね、実はね、線路はつながってるよ、どこまでも。これがね、皆さんね、覚えておくと便利です。実は、ここまで影響するんだと。まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね、今回ね、列車、そこら中、信号トラブル、その他諸々、今日は6月12日は大荒れでしたね。鉄道部協会では大荒れでございました。今回ここまでとします。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。